マート TV をご覧の皆さん、こんばんは。閉店ちゃんです。さあ今回はですね、なんとただいま収支がプラス860枚オーバーということで、今回のメトロ明石さんにおきましては1000枚オーバーをかけての勝負となっています。これが今日プラスになれば1000枚オーバーも夢じゃないけれど、やはり負けてしまうと1000枚が少し遠くなってしまうということで、かなりね、どっちに転ぶかでも大きいと思うんですけれども、やはり勝ちに行きたいと思います。ただしですね、今なかなか席が少ししか空いてないという情報なので、ちょっとね、引きで頑張っていきたいと思います。さあそれではやってまいりました、メトロ明石さん、早速店内の方回っていきたいと思います。なんか今日はですね、ちょっと気合の入れ方が自分では違うなと思ってるんですけれども、さあメトロ明石さんといえばやはりね、海コーナー、こちらの方がね、メインになってきますが、あ、すごい41回ついてる今日羨ましい。ずっと確変だったのかな、すごいな。でも20回オーバーの台が、むちゃくちゃある、羨ましいですね、すごいな。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いただいちゃいました、すごい、ありがとうございます。わあ、びっくりした。来る前に明石市でちょっとだけ釣りをしてきたんですけど、なんと何が釣れたかって、わかめが釣れたんです。なので今日はジャグラーで頑張っていきたいと思います。入っていきたいと思いますが、すごいゴーゴーランプ光ってますね。さあどうしましょう。あ、この辺がいい回ついてるんですけどね。ただ32、悩みますね。あ、でも20の19 39、悪くないですよね。一応すごい候補、候補、そうですね。あ、席取ってるや、ここは。あそこいいですね、さっきのところ。まあ、時間はまだあるとしても、ここかな。合成的にはこの台がいいかなと思うので、この台で今日は勝負をかけたいと思います。頑張ります。さあ、先ほどですね、台の方を選んでいたんですけれども、隣の方がちょっとお時間がないということでやめられました。台がいいと思ってこっちの方に変えました。今日は釣りではワカメしか釣れなかったけれども、ジャグラーではこのゴーゴーランプが光るんじゃないかと思って頑張りたいと思います。さあそれでは50枚目からいきたいと思います。さあではお座り一発あるかな。ではいきたいと思います。まあね、いつもお座り一発はまだ引いたことがないという、まあでも平均的にビッグ15、レギュラー14の台なので、まあ引きですね、ビッグかレギュラーを引くかは。まあ引からないと意味ないんですけど、初めての1000万は目指したいですね。さあでは100枚目いきたいと思います。100枚目です。さあ現在139回転ですね。まあ、回転数的には問題が全くない。いやでも結構ジャグレーしてますね。でもいやこの2連勝3連勝に持っていきたいですね。ちょっと出てくるのが遅いので、じゃあ150枚目いきたいと思います。あと残り5分。もう隣の方も見事ビッグボーナスのゲット。やば、本当なんか
か取り残されてる感満載。ちょっとですね、200回転行ったので最初言ってた隣の台に移動しようかなと考えています。どうしようかな。一応ここにある面だけ打ち切ってちょっと、うん、最初に選んだ方に行ってみようかな。まだ残りあと3分は4分ぐらいあるのかな。あ、でもなんかブドウが落ち始めるとあと3分私じゃないよ。いやー、もう優柔不断になってる時、でもブドウが落ちるのが多くなると、あー悩むな。ダメだ、映ります、映ります。早速行きます。時間がないです、ごめんなさい。行きます。いきなりピカッたりしてどうしよう。それはないか。いやー、どっちもいい台なんですけどね。今日なんか私は本当にダメかも。いやー、でも最後お願いします。どんどん回していこう。行からないかな。周りが羨ましい。あれ、これよく考えたら200枚目250枚目、もう分かんなくなっちゃった。200枚目か。250枚ですね。やばい、250枚使ったときは大体ですねマイナスなんです、いつも。でもまさかの終了です。いやー悔しい。いやー、お疲れ様です。まさかの引けずじまい。危なかった、もう誰もいなくなってるし、もう危ない、すいませんでした。危なせんでした。換気もない私。さあ、それでは本日の結果は微妙になぜか54枚。さあ、それでは実践の方が終了しました。本日の気になる結果はこちら。いや、せっかくですねプラス収支860枚オーバーと、かなりいい感じで来てたんですけれども、1000枚オーバーならず、やはり昼間からの今日の運の月は最後までなかったということで残念な結果となりました。ですが次回はそうですね、また800枚オーバーになるように頑張っていきたいと思います。負けてしまったのでメトロ明石さんの PR をしたいと思います。ジャグラーコーナーあまり気づかなかったんですけれども、とってもね可愛い装飾になってますね。皆さんもぜひ注目してみてください。ぜひ皆さん来店してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。